皆さんこんにちは、ケンです。本日はこちらスーリーのプロライド598が届きましたので、こちらの開封と実際に自転車を乗せてみたいと思います。中にはこんだけ入ってました、ほぼほぼ組み立ててある本体と鍵とナットが3本、ボルトが3本で、ゴム製のベルトに通すやつが2本で、一番奥が、おそらくバーを固定するためのレバーだと思われます。で、説明書も入ってはいましたが、日本語表記はありませんね。ですが絵でなんとなく伝わってりますんで、ちょっと一回絵を見ながらやっていきたいと思います。はい、まずはこのベルト部分にこれですね、これを通す。残りの部品はバーが来てから使うものになりますので、今は、使わずに置いときます。それでは今からこちらのロードバイクを使って実際に取り付けてみたいと思います。説明書の絵は見ましたので、なんとなくイメージはできてるんですけど、初見ですので、手際が悪くてもご了承ください。それではやっていきます。まずはこれ、ダウンチューブを固定するやつを起こします。で、まあ、自転車ですね。今はまあこういう風に下に置いてるんで、こんな感じなんですけど、ここの部分とここの部分を持ってこうやって車の上に乗せます。まずはダウンチューブに通してタイヤを乗せます。で、ここの微調整ですね、ホイールベースによって長さを調整してあります。こんなもんですかね。で、次にこれダウンチューブから固定してきます。で、鍵があるんですけど、ここに刺す場所があります。今ダイヤルがロックかかっている状態ですので、これをですね解除してやります。よし。で、解除するとこのダイヤルが回ります。で、ダイヤルが回るとここが動きます。その時に中心に来るように固定します。じゃあ次は前後ホイールを止めます。まあ、先ほどつけたゴムがあるんですけど、それがそのゴムの部分とホイールが当たるようにします。まあ、スノーボードとかのブーツと一緒でこういう風に押していくと固定されます。で、反対側も同じ。で、最後にロックを、まあ、鍵を外すんですけど、で、鍵を外すとダイヤルのロックもかかるので、まあ、盗難対策にもなりますね、これは。で、まあ、こんだけでもう完成ですね。完成というか取り付け完了です。実際はこれが固定されているので、
はい、こんな感じですね。取り外すとき、取り外すときは、まあ、逆の手順でまずロックを解除します。そうするとここの下にレバーがあるんですけど、このレバーを押すとここが一気に開きます。ワンタッチで開きます。でこのベルトを外してやって、ちょっと浮かせないと、こうやって外すと、これで作業は完了です。はい、いかがだったでしょうか。参考になれば高評価、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。取り付けるのが楽しみです。